ダルビッシュが3回6失点。3回にソト、ジャッジ、スタントンに本塁打を打たれる。3回43球6安打2奪三振6失点。今のヤンキース、本当に強い。投打ともに良すぎるわ。これにさらにコールが返ってきたら。ヤンキース打線すごいでございまっする。悔しいなぁ。日米200勝5だからなおさら。必ず打たれる日があるとわかっていても。この3人やっぱやばいな。今日は調子が悪かった。ヤンキースがすごすぎ。今年も聞くようにくらいと思ったのに。強いヤンキースが帰ってきた。東西の悪の帝国がワールドシリーズでぶつかって覇権を決めるとかめっちゃ燃える展開だな。時にはこういう展開もあるさ。まだ試合は終わってない顔。レンドンの次に故障続きの不良再建と言われ続けたスタントンが見違えるような大活躍。ダルさんも止められないのか。3人絶好調すぎる。確かダルビッシュは去年ヤンキースに7失点してサイン盗みを疑ってたけど、単純にヤンキースがダルビッシュ得意なのかもわら。ダル兄さんサービスしすぎだな。ソト、ジャッジ、スタントンとか一つの球団にいちゃダメな打線で草、化け物すぎる打線。今日のダルビッシュの状態が悪かったのもあるが、ここまで簡単にホームランをかっ飛ばせるヤンキース打線がエグすぎるわ。ドジャースの連敗が続いている中で、パドレスは差を縮めないといけないが、相手が悪すぎるわな。打たれたらあかん相手に打たれてるやん。ヤンキースファン大喜びの展開。打たれちゃいけない3人全員にやられちゃった。三役揃い組かよ。手でも読まれたか。今のヤンキース打線が知の最強だからしゃあない。まあ、こんな時もあるよね。ただ、ヤンキース強すぎ。エンジンのかかったヤンキース打線恐ろしいねえ。スタントンとジャッジが怪我せず二人とも打ちまくってるのがヤンキースファンとして嬉しいだろうね。今日は完封なきまでにボコボコにされたな。最強打線やからしょうがないけどダルニーには勝ってほしかったけど、しょうがないね。